イギリス海軍において二等艦とは3層の法列艦班に90内市98門の方を搭載した戦列艦を指す分類である。これらは本質的に一等艦の小型連荷版で一等艦と同様に戦列の中核を形成したが、高すぎて本国海域にしか配備されなかった一等艦とは違い二等艦はしばしば海外艦隊の機関となった。 この大型艦は一般に搬送が扱いにくく、送艦が難しかったと評価されている。二等艦は、普通に0 0 0トン前後で乗員750名ほどで、あった。砲は下層に32ポンド砲を、中層に18ポンド砲を、そして上層に12ポンド砲を装備する。これに対して一等艦は18ポンド砲の代わりに24ポンド砲を搭載する。その他一。 二等艦ともに、選首楼や五艦艦に昇降警報やカロネードを装備していた。三層艦艦の二等艦は、基本的にイギリスだけでしか建造されなかった。相艦の難しさを除いても、二等艦は、火力で、フランスやスペインの80門や74門の二層三等艦と、比べて大きな差がなく、時には量がされることさえあった。 しかし敵艦より一層甲板が多いことは接近戦で有利に作用し、またしばしば一等艦と誤認されての指揮官に攻撃を思いとどまらせる要因となった。ありがとうございます。